ミルキーです。そしてちゃんまるでーす。ということでですね、本日はですね、先日行ってきた私の妊婦検診とちゃんまるのですね、診察の結果をですね、お伝えしていきたいと思います。ということでですね、まず私のね、妊婦検診なんですが、31週とですね、3日の時に妊婦検診に行ってきまして、結局ですね、経管上の長さが13ミリということで、まあ、いつもと変わらずですね、経管上の長さは短かったは短かったんですけれど、2週間前がですね、14ミリということで、そんなにですね、まあ、2週間前と比べて大差はない、進行具合があんまりね、見られないということで、緊急入院しなくても大丈夫ですと言われましたので、自宅にですね、また1週間戻ってきました。でですね、次回ですね、32週過ぎてからの妊婦検診になるので、チャンバルはですね、もうすでにその時点ではね、生まれているので、ちょっとこちらもね、最近はドキマギしながら結構横になることが増えてですね、ただちびまるちゃんはすごく元気なようで、お腹の中ですごいギュインギュインと動いているので安心かなというふうに思っています。ということでですね、私は次回ですね、まあ15日に32週過ぎてからですね、妊婦検診に行くことになっております。そしてですね、チャーマルの方は一応ですね、診察をしてもらって、まあ、特にね、最近捕まり打ちもするようになったりとか、本当にね、もうちょっとしたら立てるんじゃないかぐらいまで行ってるので、まあ成長具合がね、進んでいるということで、先生からね、まあ、心配ないんじゃないかというふうに言われまして、その後にですね、脳波を午後取ってきて、脳波の結果をですね、次10月の20日にまた病院に聞きに行く予定となっております。でですね、脳波を取ってる最中も親がね、近くで見守る感じだったんですが、特にね、ピクって動いたりっていう動作は親の方では見受けられなかったので、大丈夫なんじゃないかなと思ってるんですが、まあね、見た目とね、脳の中がどうなってるかっていうのはちょっと区別がつかないので、まあ実際にですね、脳波を取ってもらった結果がですね、まあ2週間後の20日に聞けるということで、まあその20日のね、結果を待っていきたいと思います。ということでですね、まあお互いにね、私もちゃんまるも特に異常はなく自宅に帰ってこれたので、よかったなというふうに思います。ということで、またですね、何か近況報告をすることがありましたら、随時ね、動画で報告していきたいなというふうに思います。ということで、もうね、ちゃんまるさんはね、すぐにここを飛び出して遊びに行ってしまったんですが、またですね、ちゃんまるの成長動画も随時アップしていきたいなというふうに思いますので、ぜひぜひご視聴のほどよろしくお願いします。ということで、以上、ミルキーでした。また次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。ご視聴いただき、ありがとうございます。この動画がいいと思った方は高評価、そしてチャンネル登録がまだお済みじゃないという方は、こちらからちゃんまるの成長動画を、そしてこちらからゲーム実況動画も上げてますので、ぜひぜひチャンネル登録お願いします。そしてツイッターもやってますので、ツイッター気になるという方は概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからぜひツイッターもご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さん、またねー。